これはこれは、ここで会えたのを嬉しく思うぞ、ウェイン王子。フラーニャ王女、兄君が来られたのだ。婚姻の件、王子に決めてもらえば異論はないのであろう。ええ、その通りです。では早速だが、私とフラーニャ王女の婚姻の是非を聞きたい。とはいえ、まさか反対はすまいな。もちろん大いに賛成だとも。これが成立すれば、ナトラと帝国の関係は一層盤石となる。両国の融和の礎となれるのだから、フラーニャもさぞ誇らしいだろう。おいや、本当に喜ばしい話だ。まさかアースワルド帝国の皇族の二人と婚姻を結べるとは。は？そうは思いませんか、ロエルミナ王女。ええ、そうですね。国内の情勢から私とウェイン王子の婚姻については保留されていましたが、これを機に話し合いを再開するのも良いかもしれませんね。そして私が王子と、お兄様が王女と結ばれることになれば、帝国内におけるナトラの牽制は凄まじいことになるでしょうね。皇族の演者となるのが今から楽しみでなりませんね。いやはや、気を抜けばよからぬ野心すら芽生えてきそうだ。まあいけませんよ、ウェイン王子。ですがそうですね、王子はこれまで数多くの実績を打ち出してきた英傑。きっと帝国の民草からも多くの期待がかけられるでしょう。待て、許さんぞロエルミナ。何を勝手なこと。勝手などと、皇族の婚姻を決めるのは皇帝の役目。それが不在である以上、私の意思で決めることに何の不都合もありません。お兄様のお言葉を借りるなら、これは私とウェイン王子のお話。部外者が口を挟む余地はないのでは。さあどうです、二つの婚姻がなれば帝国におけるナトラの影響力が肥大化してしまいますよ。その可能性を自らが生み出すということは、お前にとって耐え難いはずだ。お言葉ですがウェイン殿下、ナトラには王族が同じ一族と婚姻を結ぶのを禁ずる習わしがございます。もっと、そういえばそんなものもあったな。ま、そんな習わしはないけどね。任務、ナイスアドリブ。